こんにちは、滝さんです。今回は久しぶりの海外旅行でベトナムに行ってまいりました。ハノイとホーチミン合わせて5日間の旅になります。飛行機の時間が早かったので、前泊しました。でなるべく成田空港の近くでと思いホテルを探していたんですけど、なんと成田空港の中にホテルがありました。カプセルホテル9アワーズというホテルです。第2ターミナル駅を降りて右に曲がればすぐにホテルです。カプセルホテルは初めてだったんですけど、本当に寝るだけだったら何の問題もなかったですね。ちょっと明るさとか狭さ、初めは抵抗ありましたけど慣れれば何の問題もないです。全国割適用ということで千葉割っていうのかな、4000円のクーポンがつきましたね。ホテルも割引になって4000円分のクーポンがもらえる。これは本当にありがたかったです。ただクレームなんですけど、スマホに入れるアプリ全く使いませんでした。なので、お店に、聞いてこのクーポン使いますかと確認して食事をしました。今回利用する飛行機ベトジェットはなんか狭いという噂を聞いたもので、チェックインの時に1400円払って非常口の席を取りました。見てくださいこの広さ。もうこの座席が前にないっていうのはこんなに違うんですね。もう次回からは絶対に非常口で予約しようかと考えています。ただ一つルールがあって、行き先の国の言葉を喋ることができるか英語ができるか、そのどちらかができないと何かあった場合にお手伝いができないので、喋られる方優先の席になります。空港に着きました。で初めてのバス、大体の方はタクシーに乗るらしくて、地元民でもあんまりバスに乗らないらしいんですけど、私、ベトナムの空気を体感したくて、バスに乗ってみました。でまさかの出来事が起きたんですけど、料金の支払い時ちょっとあたふたしていたら、隣の女性、私日本に住んでいましたと、もう全部通訳してお金払って、その後1時間近くずっとと日本語でおしゃべりしていました。彼女は来年草津のホテルで就職が決まっているそうです。また草津に行った時にはぜひそちらのホテルでお会いしたいと思います。一泊目のホテルはレイクサイドパレスホテル。こちらのホテルは保安刑務庫が目の前、まあ、私は反対側の部屋だったので景色は全く見えなかったんですけど、もうちょっと高層階の部屋を予約すれば、部屋から保安刑務庫が一望できるらしいです。で私蚊が大嫌いなので、まずは蚊よけスプレーを買いたいと思い、フロントの女性に相談したら、なんと薬局まで一緒に付き添ってくれました。こういったサービスというかフレンドリーな対応を取ってもらっちゃうと、もうこのホテル大好きになっちゃいました。もう次回来る時は絶対ここを予約するし、いろんな人にもこのホテルいいよって伝えます。もうこれが口コミですね。日本のホテルって結構機械的にマニュアル通りな対応をするんですけど、もうベトナムのホテルって結構みんなフレンドリーっていうことは聞いていたので、ああ本当にこういうところなんだなってつくづく思いました。トイレについて注意事項なんですけど、トイレットペーパーは便器で流せません。隣の容器に必ず捨ててください。私何回か間違えて流しちゃいましたけど、詰まる恐れがあるので注意してください。
夕方になるとだいぶ気温も下がって涼しくなるので、保安基地 M 湖周辺の散策に出かけました。ゴックソン島という島があって、その横にデイフック橋があります。この橋、夜になると真っ赤なライトアップで照らされてとても綺麗でした。このゴックソン島にはすごい伝説があるんですけど、日本の昔話で浦島太郎という話、皆さんご存知かと思いますけど、そこに出てくる竜宮城がここらしいんです。びっくりですよね。なんで日本の昔話なのにベトナムのこのゴックソン島が出てくるのか。この辺は皆さんいろいろ調べてください。まあ調べても出てこないのかな。私はなぜか知っています、ここが竜宮城だということを。週末だったのでナイトマーケットが開催されていました。いろんなものが売っていて、もうちょっと見切れないくらいだったんですけど、もうこの歩いてるだけで楽しい。やっぱナイトマーケット、このフリーマーケットもそうだけど、もういろんなもの見ているだけで楽しいです。この人力三輪車乗りたかったんですけど、ちょっと一人じゃ乗る勇気なかったですね。このバリケードしてある場所から、ナイトマーケットになるんですけど、まあ、車は通れないんですけど、バイクはみんな入ってきます。これバイクも禁止にしてもらいたいですね。結構クラクションとか排気ガス気になりました。ここからタヒエン通りという通りになるんですけど、ハノイの夜遊びといったらタヒエン通り。もう飲み屋がいくつあるんだろうって思うぐらいにお店がたくさんあります。時間的にまだ早かったので、ちょっと散歩ぐらいにして、また夜遅くにこちらに来ようと思って一旦ホテルに戻りました。ホテルの横にあるミーシュというソフトクリーム屋でアイスをいただきました。安くて美味しかったです。夜はホテルの近くのこのフォーテンというフォーのお店に来ました。もう非常にあっさりしていて、あっさりしているんだけどコクがある。やっぱベトナムっていうのは油っぽいものはあんまりないように感じますね。あっさりした料理がメインになっているので、健康に気を使う私にとっては本当に良かったです。お腹も満たしたし、時間もだいぶ遅くなったので、もう一度、フリーマーケットとタヒエン通りに散歩に出かけました。私は基本的にウィンドウショッピングが好きなので、買うことはほとんどありません。でも見ているだけで本当に楽しかった。ありえない値段で売っているものもあったので、あ、買っちゃおうかなと思ったんですけど、バッグ一つで今回の旅に来たので、荷物はなるべく増やしたくないので、ウィンドウショッピングに徹しました。途中で路上ライブに出くわして、ちょっと 2,3 曲聞いたんですけど、この女性もうめちゃくちゃうまかったです。この曲を聞いてベトナムの音楽ってどんな感じなのかなっていろいろ聞くと、ほんといい曲たくさんあります。
皆さんもちょっと調べて聞いてみてください。もう一度大変通りに来たんですけど、今度は9時過ぎ、やっぱ人がすごいです。この賑やかさもうたまらないですね。これ一人じゃなくて本当に妻とか友達と来たかったなと思います。一人でちょっとここで座る勇気はありませんでした。この通りは両端にバーとかクラブがたくさんあって、もう爆音です。もう迫力満点。もう私ここの場所が一番良かったですね。また次回は絶対こちらに来てお酒を飲みたいと思います。ハノイ旅行1日目これで終わります。旅行って本当いろんな出来事がありますね。もうこれだからやめられません。で明日は、ハノイ駅前のすごい近代的なホテルに泊まります。また皆さんよかったら見てください。